bubki son. ネタはいつもハゲばかり。五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パッキポッキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は土曜日ということで、皆さんお休み。どん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 。って感じですかね。はい、お疲れ様でございます。てか疲れてないよね、お休みの人はね、いいねとか言いましたけど、今日のこちらの方も微妙っす、曇りっちゅう感じですかね。今日は曇りですね。昨日やっぱ台風の影響でやっぱ降りましたね、雨がね。なんか場所によって全然違うんですよね。昨日の外仕事でちょっとあの荷物をこう配達というか、出てたんですけど、ちょうど私が行く時間がちょうど雨が止んでるってことで、まあお客さんの日頃の行いがよろしいんでしょうっていう感じなんですけど、まあそれが終わって帰ろうかしら、ぶわーっと降り出して、まあよかったねっていう感じで、はい、まあこれ運を使ってみたとしたら、もうちょっとその運返してくれっていう感じですね。はい、まあ雨降ってもらった方がいいですわっていうのね、別にいいですっていう感じです。はい、ちょうど9月、2日ということで、くじの日ということで、宝くじの日ですからね。まあ買ってませんけどね。なんでも瑞穂銀行というところがそういうくじの日っていうのなんかね、決めたらしいですよ。はい、知らんけどっていう話ですよね。宝くじ、競馬とかいろいろありますけど、買わなきゃ当たらんじゃ当たり前なんですけどね。なかなかね、そういうのは当たってもどうなんかと思いますけど、まあ嬉しいっすよ、まあ、嬉しいっすよ、お金はね入ってくるの嬉しいっすけど、でもねっていう感じですよ。もう身の丈の生活ですよね。もうそれ以上目指すんやったら、よくインスタとかでね、プロバリバリ来る綺麗ななんかこうお姉さんらしき人がね、勧誘するFX とかね、なんか、いかがわしい、アフィリエイトとか、なんかそんな感じ、されてみてはいかがでしょうか。もう、私はしませんよ。絶対ダメって。自分はもう、爆災がありませんので、ギャンブルなんかもう、行っちゃうんだね。ほんとダメですもん。ほんとそんな感じです。はい。もう、身の丈を持って生活するが一番ですよ、っていう感じで、はい、オープニングからいきなりなんかこうね、ダーンと触るようなことを言うとりますが、今日の朝ですね、バンキシャの吉野さんが、備前の8というアカウントの方、まあ、8ですね、8の方を、ポストいっぱいされてあるところで、ライブ、早朝ライブされておりましたですね、もうほぼほぼ、もう吉野さん、ライブって言ったら朝っていうのが定着してきつつあるのかどうかは知りませんけど、はい、そんな感じですね。まあでも朝早いです。まあ6時半とか、そういった時間から始められて、まあ2時間ばかしぐらい、お話をされて、ね、で、終わるという感じなんですけど、まあほぼほぼ見れておりません。はい。ギリギリまで寝るタイプなんで、はい。まあそれもね、ちゃんとこう、記録として、残してないというね。だから後で見返せないということですね。もうその時に、見るのがライブの醍醐味でしょっていうような感じで、以前言われた覚えがありますので、まあ、一理あるなと、私も思います。はい。昨日の夜ですね、やっぱ雨降りまして、植物たちも結構しっとりしてたんですけど、一つ、姫源で、グリさんからお迎えしたもんなんですけど、プレステラーに入れてあった状態が、こっちに、来ておりまして、で、昨日見たらちょっと根がちょろちょろっとやっぱ出てました。やっぱもうパンパンになってるみたいなので、もうちょっと急遽、ちょっと我慢できず、夜ですけど、もう根鉢ごとでちょっと昨日は植え替えを実施した次第であります。はい。でもどうせなら PKR ろということで、時間数、鉢作りの、ね、でも、どうせ作れたらちょっとなんか違う、変わったやつ作りたいなと思ったので、あれ、どうだったんですかね。
ちょっと昼間見たら間抜けなんですけど、夜こう暗闇とかで撮影のやり方によってはちょっとうまい感じで面白いんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと変わった蜂にね、見えたんではないでしょうか。まあ、もし、なんそれって言われる方は私の、ポストなり、あと、販売アカウントの方見ていただければと思っております。で、微妙は私の手を模した手のひらですね。はい。自分の手を見ながらずっとこうやって書いてみたんですけど、ちゃんと手に見えたのかなとか思いながらですね。はい。一人でコソコソ楽しんでおりました。この暇人メガという感じですかね。はい。じゃあこの続きはまた後で。はい、タキポイキさんのぼやき続きですということで、お休みいかがお過ごしでしょうか。こちらの方はもうほんとどんやり雲ということで、もやもやするような感じの、天気でございます。まあでも気温の方もですね、昨日の夜でも26度ということで、もう朝方でもそれもね、暑くなくなったので、まあ過ごしやすい、気温にはなってきてるのかなとか思います。ただまあこの雨がね、ちょっとこう続くとどうなんかなとかって思って、はい。昨日から途中ですか、NHK の栽培ナビですかね、はい、の本のアガベをちょっと読んでたんですけど、今月は、もうギリですね、今月、ちょっともう気温がぐんとこう、またちょっと下がるような時になったらダメなんですけど、それまでにはもうなんか、いろいろ植え替えだとか、胴切りとか、縦割り?とか、タケノコ切りとか、なんか、するのは今ぞというような感じで、書いておりました。まあちょっともうね、涼しくなってきすぎたらもう多分アウトなんでしょうかね。どうなかなとちょっとわからないんですけどね。うん、まあでも植え替えはもうどうなんですか。昨日ブッセルもですね、セロペギエータ。わかりますかね。はい、ボッセリって言って竜みたいなやつですね。はい、あれをごまかすっていう話をしてたと思うんですよね。こう伸びたところをちょうど途中のところをもう土で埋めてしまえば騙されて、そこから芽を出すっていうような感じで成功しまして、はい、昨日ちょっとこう長細い容器に移し替えたんですけどね、もうデザイン性も度外視で、ちょっとなんかちょうど水切りがついてたので、あ、これいいやんと思ってポンと、何も加工せずそのまま、植えて、バスタブに入った、ボッセリーみたいな感じになったんですけど、はい、これでちょっと様子見ようかなとかって思ったんですけどね。あれがいいかもしれないですね、盆栽の角鉢、何鉢って言いましたね、角となった角鉢じゃないですか。ああいうのがいいかもしれないですね。なんかちょっとこう、なんですか、あれやっぱちょっと切るのはちょっと忍びないので、まあわからないですけどね、先はぶっちぎるかもしれないですけど、今の状態であれば、連結した感じの、なんか竜みたいな感じに今なってきてますんで、いいのかなとかって思うんですけどね、ああいう感じにしたいなと思って、まあそれもちょっと、朝のストーリーとか、まあ今日この動画とかでも朝一発目で、流しておりますので、まあ見ていただければなと思うんですけどですね。面白いですね。ああいうのがあると、なんか、へえ、こんな風になるんやとかって思って、植物の神秘をね、ほんと感じる瞬間ではございますですね。はい、皆さんもそういう楽しみ方をされているでしょうか?どうでしょうか?知らんけどっていう話ですね。ですね。はい。あと、昨日は、サボシマさん、ホープスペース、サイマンさん、ライブされておりました。ちらちらと見ましたですけど、サイマーさん120人ぐらいですかね。マックスどこまで行ったか知らないですけど、私が見た時は120人ぐらい来ておりました。サボシマさんの方はちょっと100切るぐらいかなという感じなんですけど、はい、お二人一生懸命販売されておりましたですね。で、結構あれですね、ライブの予定もちょこちょこ入ってきそうですね。昨日も話しました SSD 機の、青い8のね、K さんですね。あと長澤さんもゲリラライブしようかというこんな感じで、ちょいちょいライブが入ってくるみたいですね。まあ、販売する方もですね、まあ、どうなんでしょう。もう今のうち、売っとかなかなとかって、結局ホームセンターとかでも、そういう園芸店とかでも結構見切り商品品って言った感じで結構出してますよね。はい。毎回思
思うんですけど、あの、まあ、三菱品もどうなんかな、まあ、三菱品ぐらいでいいんでしょうけど、処分品っていう表現ってなんかなくないですか、植物に対して。毎回思うんですよ。なんかイラッとするんですね、ああいうの見たらですね。お前らがちゃんと育てとけよ、処分品ならんねえなって言われて、ね、そんな考えになっちゃうんですよね。だから、なんかちょっとこう、ね、お値打ち品とか、なんかそういう風なことをしておけばいいじゃないですか。ねえ、なんか表現もちょっと植物に気使おうよなとか言って、本当思うんですよ。気にしすぎですよね。はい、そう思いますけどね。これ処分品で買った、植物なんよねとか言われてもなんか具合悪くないですか、なんかね。このね、店の片隅であったちょっと、名も知らぬ植物、お安かったから買った、お安く、お迎えできたとか言ったらまだね、あれですけど、なんか植物に対して失礼じゃないですかとかっていつも思うんですけどね。なんか使い捨てな感じ。野菜とかじゃないんですからって、野菜もすごいもんね。青果市場とか言ってもボンボン捨ててますからね、悪いのはね。日本人って贅沢やなって本当思うすも、全然食べれるやんとかでね、きゅうりもピシャーンとこう伸びとかなダメとかね、わけわからんすよね。曲がっとってええやないかいっていう話なんですけどね。曲がっとったりまっすぐなっとったりね、ひねくれとったりね、それが人間ですよ。はーい、あ、違うか。何言ってんねんって話ですね。はい、すいません。さて、あとはバンキシャの吉野さんが言っておりました、9月はですね、結構いろいろイベントがあるということで、ちょっと全部覚えきれてないんですけど、まあ、個人的なイベント行くことも書いてましたね、清水コンサート。何やねんって言われて、何宣伝してんねんっていう話ですけどね、まあ、でもあれ、岡山限定でしょ、MC がレズミ先輩になってましたもんね。歌うとかいな、ポー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 とか言って歌うんですかね。まあ、いいんじゃないですか。はい。で、運芸楽もあるんですよね。石川の方ですかね。やっぱ要するになんかブラグノーラーとかで書いてましたけどね。受け狙いいよね。いつも人がこう、遠征するとき、アンメルツ横横じゃなく、アンメルツ立て立てとか言って、わけわからんこと言うてですね、なんか足にこう塗ったり、なんか、こめかみ塗ったり、なんか、いろいろされておりましたですけど、今月も忙しそうですね、ということなんですけど、まあ私はコツコツ来月に向けて、演芸アローズへの、宣伝をしようかと思ってます。まあ出店者の方がポツポツ私のフラグを本当使っていただいて、本当ありがとうございます。昨日も下の一人なんかちょっと、私のフライヤーを、ポストしていただいた方、お友達になれまして、ありがとうございます。缶ビールさんやったかな、なんか缶ビールの、アイコンの方やったんですけど、わあ、もうこれもう、絶対可愛い女の子が書いてるんでしょってね、おっさんかーいっていううちでですね、まあ、やらましいわっていう感じで思ったんですけど。いいと思います。はい、演技は秋の演技をやろうぜ10月ですね。来月すごく盛り上がりそうな予感がしてならないんですけど、皆様ご予定はいかがでしょうかということで、はい、演技やろうぜの告知ポツ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 やりますので、皆さんチェックしていただければと思います。はい、じゃあ明日は日曜日ですね。はい、ちょっと天気がねよろしくないのかなとか思うんですけど、これ九州だけかな、ちょっと場所によっては違うんでしょうけど、はい、2日間ですね、今日も、楽しんだかと思いますけど、明日も健やかにね、晴やかに、はい、お過ごししていただければ、ってどんなテンションなお前って感じですね。はい、すいません、たまにこういう時ありますので、はい、そういう感じで聞いてもらえればと思います。はい、じゃあ明日もよろしくお願いします。お疲れ様です。テイクイージー。
諦めるのはまだ早いですよ。